57号ではシールド付き89式 12.7 センチ広角砲を組み立てて環境下部に取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01の広角砲上部シールドの軸受けにパーツ02の砲身の両側のピンを差し込みます。ここは可動部分なので接着はしません。次に広角砲シールド上部とパーツ03の下部を接着します。これを3組作ります。次に3組の広角砲シールドの下部の突起にパーツ04のリングをはめ込みます。組み立てた広角砲シールドを環境下部の左舷側に差し込みます。入りにくい時は左右に回転させながら浮かないようにしっかりはめ込んでください。これで57号の作業は終了です。アシャ